ですか、もう古いようになる。70年代のセフル。とりあえずこれで、普通やっぱ予想と違うけどめっちゃ美味しそう。美味しそう。でもなんかこれな気がする。さっき写真に載ってたのは。青カップじゃやっぱ一番人気だから。一品でしょ。あと思う。イマジネーションで考えることと、リアル。あ、これもレモン。ハッピーもそうだけど。すごいなんかカラフルでさ、おいしそう、映えるって感じ。結構でかくて脂が乗ってて美味しいと思いました。いいなと思いました。あの、いろいろ野菜と混ぜると美味しいと思います。混ぜて。すごい。このあなた。すごい変なマンション。行きたい。広そうだね、めっちゃ。うん。うわ、美味しそう。あ、この匂いかな。何匂いかな。これか。なんか鍋の蓋は違った。でも鍋の蓋違ったよ、ね。違ったし、もっと小柄だったあれ。え？ね。違うの？でもこれめっちゃ美味しそう。美味しそうだ。ブイヤベースみたいな。うん。感じ。もしかしてじゃあさ、あれさ、カレーだったのかな。まさか。こうやって見てると色ついてないの見えてたし、あれだったけど、本当のカレーじゃないの。ああ。ちょっとカレーが。マジでもこれ美味しそう。美味しそう。良い良い良い。記憶なんだけど。しかも静かに来てすごい嬉しかった。なんか、ね、自分たちで2人だもん。ならないのいいよ。完全レジ。厳しい。ハッピーバースデー。あれマジもう無理。厳しい。あれ大学で終わりや、あんなの。おしゃれ。チラシ色っぽくない？だって全部顔違う。本当だ。あ、ちゃんと湯むきしてある。すごい。甘いのかな。うん。あ、ありがとう。あ、本当だ。かわいい。お茶目な感じだね、全体的に。かわいいね。シャクヤク。楽しみ。ありがとう。それをパパが無視してました。無視してました。
え、プリン、こね、せっかくなんで、ちょっかわいい。そうですね。美味しそう。この昆布はこういう風にかけていただくと、はい、すごい。はい。じゃあ分かるんですかね。うん、その人も綺麗だった。ちょっとやりたい顔。やりたい顔。まあね、まあキャッチの兄さんとかちょっとやっぱそういうのに。結構キモかったですよね。あ、また写真撮らせて言うときに俺は一口食べてる。やだ。
Thank you.